韓国警察トップ、竹島に不法上陸、日本政府が激怒。韓国の警察庁長官が16日に日本の竹島に不法上陸したことが確認されてしまいました。日本政府は韓国政府に対し強く抗議しており、松野官房長官は記者会見にて、竹島は歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本固有の領土だと批判しました。さらに、 林外相は記者団に対して到底受けられず極めて遺憾だと批判しておりますが今回の日本の竹島への不法上陸においては韓国の警察庁長官が独断で暴走したようであり韓国政府が統制が取れない状態に陥っている可能性がございますので日本政府には警戒監視を強化していただきさらなる挑発行為に備えていただくように お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。